スーさんこの飛距離やばくないですか。めっちゃ飛ぶ。ゼロ級数。ゼロ級でこの飛距離ちょっと規格外ですよね。飛ばない人の18より飛んでる。ギクとか。ギク。心当たりがある。めちゃくちゃわかる。身に覚えがある、うん。このセッティングマジで飛ぶんだよな。すごいな。それ L ですか？ L。ちょっと一回投げてみたい。結構革命的な飛びっすよ。パンパンに巻いた 0.255 との夢のコラボにより。なるほど。とんでもない飛ぶ。その竿の反発と糸の出てく抵抗のなさが噛み合った時の感動的な飛び。おお。おお。春と彼方に行った感じがしますね。これ。すごい。投げてる感ある。ありますね。探れるマイクロだ。うん、すげえ飛ぶな。でこのスピードだから、うん、そのなんていうの、釣れる可能性がある時間がめっちゃ長いっていう。そうですよね。えぐい。沖のプレッシャーかかってないところで。ずっと釣れるかもしれない状態だからこうテンションも高いテンションでできますよね。そう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 、まあ、それは釣れるわなっていう。めっちゃ釣れる。ユダさん、ちなみに、はい、バンクさんもトライアルあるじゃないですか、うん、はい、で、まあ、今ちょっと季節的なところもありますけど、うん、マイクロスプーンのパターンも冬場全然ありえる。全然ある。サンクは本当マイクロスプーンめちゃめちゃ効く釣り場だから。あー、でもいいですね。なんかあの今までだと、うん、トライアルでマイクロスプーンって平やっこはイメージあったけど、うん、それ以外ってどうしてもあのボトム合戦みたいな。ああ、うん、あとスプーンもちょっと重めの展開が多いかなっていう気がしてて。そうね、トライアルの性質上大規模会場でやることが多いから。そうですよね。距離が出るものっていうのが優勢になりやすい、うん、距離が、ね、正義になる試合が多い中で、うん、その中でも、まあ、平屋と、うん、あとサンクは比較的近距離のゲームが成立しやすいから、うんうん、なんかそうなるとこう、ね、そっち側得意な人がね生きる場面が出てきそうだなと思って、うん、ゆでさん、出口さん、実況の方お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。で、実はですね、うん、マイクロスプーンが最近、うん、まあ、エリア業界でも流行ってきてるなと。いろんなメーカーさんがいろんな個性のルアー出してきてるかなと思うんですけど、なんか使う人めっちゃ増えましたよね。そう、うん、で実際なんかこう大会でもウイニングになることもすごい増えてきたし、まあ僕の最近のトーナメントのトレンドはホルテのゼロ級、これでひたすら頑張る作戦。あの、何で釣れた？レイキュー。毎回同じ答え。毎回同じ答え。意味のない質問。どうやって釣った？丁寧に巻く。私も含めて意外にこうどこで出したらいいのっていう、うんうんうん、そこがちょっとあまり理解できてないまま釣ってることが自分も多くて。なるほど。あのね、多分それをまあ理解するには、その今なんでここに来て、ここ数年だと思うんだけど、そのマイクロスプーンが使われるようになったので、それがなんでそうなってきたかを理解するのが一番手っ取り早いかなと思ってて、あのね、なんでだと思います？一つはね、糸もある。糸ありますね、うん、まずね、エステルっていうのがね、一つ大きい、うん、で、あとは、うん、まあ、スプーンもオールから大きいのからもう極端に04とかあって、うん、でその間のクランクが手っ取り早くて、うん、でも結局それでも取れなくて、実はスプーンのちょっとちっちゃいのを丁寧に探って巻きゃぶっちゃけ一日楽しめちゃうっていう、うん、でそれはそれまさに大会の時に活性のいいやつを、うん、ミスなく数重ねていくのは効率的っていうのにもみんなが気づき始めて、うん、
あと誘いやすいし、うん、僕が考えるね、マイクロスプーンがここまで今、まあ、ブームというかすごいよく使われるようになって、で、まあ、トーナメントに限らず一般のお客さんもすごくそれで超過上げてると思うんだけど、その理由としてはね3つあるかなと思ってて、1個はロッドで、あとはラインで、最後ルアー、この3つの進化がねかなり著しくて、それがその昨今 そのマイクロがよく使われる状況につながってるかなと思ってるんだけど、まずロッドで言うと、まあ、マイクロってやっぱりちょっとファーストテーパーのキレのあるやつが使いやすいじゃないですか。で昔で言うとやっぱり素材の矛盾というか限界っていうのがあって、そのキレよくシャープに作るとかけるまではいいんだけど、ちょっとこうファイトがピーキーというか神経使うみたいな、で結果としてこうなかなかランディングまでいけないみたいなジレンマがあったと思うんですよ。でそれがやっぱ年々素材も良くなってきて、その軽くてキレがあるのに粘りもあるみたいな、昔だったら作りたくても作れなかったような竿が今どんどん作れるようになってきてる。矛盾してたやつがね、そう矛盾じゃなくなってきたっていうのはもう、うんうん、技術進歩、そうだからこんな 0.9g ぐらいの小さいルアーをこう意のままに操って、で時に誘ってする中でしっかりこうコントロールして釣ってくる、でかけた魚も粘り強く曲がる竿があるから取れるっていう、それがまず一つで、あとはさっき出口さんも言ってたように糸はやっぱでかいですよね。でエステルがもう本当今となってはエリアフィッシングにおいては主役って言えるぐらいのラインまで育ってきて、でそれに加えて、まあ、例えば僕らが使ってるバリバスのラインだと ES2 とスーパーエステル両方あるから、それも状況に応じて、例えばうんと軽いものを遠くに投げたい 0.3g、0.4g みたいな本当のマイクロスプーンを遠くに少しでも遠くに投げたい場合には、やっぱりスプールへの馴染みが良くて出てくときにこうシュルシュルシュルって出てってくれる S2 がいいし、で冬なんかでね 0.9 マイクロの中でもちょっと重めの 0.9g ぐらいをこうボトムまで沈めてじーっと巻いてくるような時なんかやっぱスーパーエステルね、スーパーエステルこうやっぱバイトがねこうボトム引いてくるとこうハム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 って出るバイトが多いから、そういうあたり取るにはスーパーエステルの方がいいしってとこで、その糸の進歩っていうのはやっぱりマイクロスプーンがよく使われるようになった背景にはあるかな。であと最後3点目はルアーの進歩も結構あるかなっていうのを思う。で特にマイクロスプーンでいうとこのシルエットがちっちゃいんだけどアクションが強いものっていうのがここ数年でいいものがすごい増えたから、それで一気に使うようになった人が増えたかなと思ってて、ちょっと前だとマイクロスプーンっていうとなんかローテにおけるその仕上げ専用みたいな立ち位置最後、うん、があったと思ってて、その時のマイクロってエキスパート用みたいななんかクロート用みたいななんか雰囲気が実際あったと思うんですよ。でその最終局面で使うからそれに合わせたアクション、ちょっとナローでチリチリ泳いで最終局面のクワセに使いやすいようなものも多かったし、でカラーリングもそういうものが多かったし、でそこからここ数年で、まあ、フォルテもそうだし、まあ、他にもハントとか、まあ、いろんないいスプーンがあると思うけど、コンパクトだけど振りが強いで、カラーリングも結構こういう割と強いような色までラインナップされてるようなマイクロスプーンっていうのがどんどん増えてるから、それによってかなり取れる魚が増えたなっていうのは思いますね。今までの流れで言うと、まあ、当然放流が入ればこういうのを投げるじゃないですか、 1g 後半とか、あとは釣り場によったら 2g 台、 3g 台まで使うこともありますよね。で重いものを投げてまずは活性のいい魚をテンポよく取っていく、それはいつでも変わらないんだけど、そこからじゃあ渋くなってって取っていこうという時に、今までであればまあクランク挟ん でその後じゃあマイクロにしようって言った時にすごい弱いアクションのものが多かったから、こう落差が激しすぎた感って実際やっててあって、ここまで落とすと確かに釣れるけどやっぱりちょっと効率悪いなみたいな、実は埋めれてない隙間、埋めるべき隙間っていうのがあったと思うんですよね。でそれをそのちっ
ちゃいんだけど強いものが登場したことによってよりその魚の放流を頂点としてだん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 落ちていく活性のカーブに対してベストな選択肢っていうのが取れるようになったっていうのもあるかなっていう。で実はそのやってきてこの釣りが開発されてその強いマイクロスプーンで釣る釣りっていうのが確立されれば確立されるほどより分かってきたし最近試合でも自分が実感するのがあのその時間って長いよね長いっていう長いそうクランクやってるともう早く終われこの時間とかなんかあのなんて言うんだろうな下手すら最後までいっちゃうそうあの試合の時もそうだし普段の感じすればもそうなんだけどあの入れパクの入れ食いの超高活性ってあんまないじゃないですかでそれと同じぐらい実はね激渋も言うほどないんですうんなんか実はずっと中間活性で人間が勝手に錯覚して本当はまだそれなりの強さの釣りで取れる魚がいるのに守ると安定するじゃないですか先回りしてクランクとかを投げると、うんうん、やっぱある程度は釣れるから、うん、これが正解なんだって思い込んでただけで目を背けてただけだそう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 極端に言えばね目を背けてみんな逃げてるそう実はその小粒だけど強いものをやるべきタックルやるべき糸でやるべきフックセットするべきフックでちゃんと操作すれば実はねその釣りで取れる魚って相当いるよねっていうのが今のそのエリアフィッシングでマイクロスプーンがすごい使われるようになった背景だし最近トーナメントで僕がそれこそこの 0.9g のスプーンでずっと勝ててる理由でもあるのかなってすごく思いますねちなみに、うんベルベットアーツさんの、うん、例えばフォルテ0.9だったりとか、はいうん、比較的強いマイクロスプーンの位置付けかなと思います。そうですね。強いですね。その時のいわゆるロッドだったりとか、うん、ラインのセッティングは、うん、雄大さんどんな形にされてますか？僕はねもうこの L のロッド 6.1 フィートの L で、まあ、結構ファーストテーパーで、まあ、シャキッと軽い調子の竿でラインはね状況次第だけどスーパーエステルの 0.35 が出番多いですかね感度を優先で感度をどちらかというと優先するような感じで飛距離を出したら結構釣れることもあってその 0.9g をみんな投げる場面ってやっぱあるんだけど 1g 前後でみんな投げる場面ってあるんだけどその時ってね人伸びの差がすごい超過の差になることあってそういう時はあの ES2 の方がやっぱり飛距離が出るからで大体ねこの 612L を2本必ずフィールドに持ち込んで1本はその感度とかあとマイクロクランクも一緒に入れたいからスーパーエステルの 0.35 にしておいてでもう1本は竿は全く同じだけど ES2 の 0.255 そっちはだから飛ばすぞスペシャルみたいなそういうノリ、うん、で組むことが多いですね、うん出口さんも以前からその放流の後に、うん、あえていわゆる 0.9g とかのマイクロスプーンそうそうその時のやはりセッティング出口さんバージョンはどんな感じですかあとは結局 S2 のレーサーでやっぱり竿は放流距離よりも少し柔らかめだからまあ結局 L クラス、まあ、あと好みが分かれるけど先の入り方が柔らかい方が好きな人とスプーンをこう操作して食わしたい人は多分柔らかいと動きが出しにくいんで、うん、ちょっと固めこの竿なんかだと穂先は結構曲がるけどその後この辺来ると受け止める感じだから、うん、細かい誘いはやっぱこれぐらいシャープな方がやりやすいかな柔らかいのでやってもまあ柔らかいので誘った動きがいい時もあるけどやっぱまあコントロールして釣りたいってなるとそれぐらいなんかね誘いのイメージとしてはあのブルブルブルじゃないんですよそうそうパタパタパタって泳いでてこれが1回転こうクルンってなるぐらいの誘いのイメージだからあんまり遊びが大きい竿だとこう引っ張った時に動かしかえって動かしすぎちゃうというかブルブルブルってなっちゃうから、うん、このシャープな竿でツンって誘ってくるみたいな短い距離で動かさないと、うん、こうかなかなり今あのお二人の話聞いてるとやはり糸で言うとエステルレイさんがかなり許容範囲が
広いマイクロもいけるし、うん、いわゆる中間ウェイトのスプーンだったり、そうそうそう、 1.8g ぐらいもこのタックでそのままやっちゃうから、 1.8g ってちょうどね、そのパワー感のあるタックルで使うか、フィネスのタックルで使うかの狭間かなと思って、ね、うん、だから 1.8 でも放流絡みでストロングな感じで使いたいんだったら ML のロッドにもう少し太い糸がいいし、 1.8 をこうフィネスに扱うべき場面っていうのはやっぱりあって、例えば東山湖とかで遠投して流れの中をこ うまく切ってボトムトレスしてくる、あの 1.8g で釣り自体は一見ストロングなんだけど操作してる側の意識としてはフィネスな時って絶対あるんだけど、そういう時はこの L のロッドで 1.8 を扱ったりするし、でその時はやっぱりスーパーエースの 0.35 っていうのはすごく万能感があるかな。でそれに加えてそのスプーン全般がいけるのに加えてマイクロクランクもこれでもう全部見れちゃうから、で結局6本トーナメントでいうと6本しか持ち込めない。で普段のプライベートの方でもそんなにいっぱい持ってこれないじゃないですか、4本とか5本とかでやる人が多いと思うんだけど、その中でその潰しの効くタックルってそれだけで価値があるっていうか、ゲームの幅を広げてくれる、真ん中でしっかりそのカバーしてくれるタックルがあることによって、それこそ両脇の例えばミノをやる専用の竿とか、放流にもっと特化した竿とか、 PE セッティングのクランクとか、そういう思い切った大胆なセッティングっていうのがどんどんできるようになるから、真ん中のこのバーサタイルっていうのはすごい重要で、その時がやっぱりスーパーエステルはすごいハマってくるかなっていうところですね、軸になるところ、うん、ありがとうございました、はい。